人間の能力って肉体的なものだけじゃないんだよ。分かってるよ。しっかり勉強して人の役に立つような人間になれって言うんだろ。母さんと同じこと言うんだな。君は弱いな。お母さんはあんなに強いのに。どうせ俺は、まあ、臆病者の方が長生きできるってことはあるけど、死神はね、人が恐怖にとらわれた時にやってくる。それも強い人間が恐怖に震える様がとびきりのごちそうなの。弱い人間の恐怖はあまりおいしくないのね。そうね、もし君が望むならとっておきの薬があるんだけど、君に効くかどうかはわからないけど。でも言えなかったことがずっと心にしこりになってて。